皆さんこんにちは、香港です。今は3月ですね。3月に卒業して4月から入社する人が多いかと思いますので、今日のビデオはその入社する時の挨拶について、お話をしたいと思います。皆さんに役に立てば嬉しいです。よろしくお願いします。では早速ですが始めたいと思います。入社の際に自己紹介の挨拶をしますね。その自己紹介の挨拶の中にいくつか話さなければならないことがあります。一つに簡単な自己紹介です。二つ目は入社を喜ぶ気持ち、三つ目は今後の抱負で、四つ目は、ご支援やご指導をお願いする言葉です。じゃあ今から例文を見ていきましょう。例文1、本日より入社いたしました陳香港と申します。出身はベトナムの海がきれいのビンディン首相です。趣味は動画を撮ることです。特に日本語学習に関する動画をよく撮っております。本日社会人としての第一歩を東京中央日本語学院で迎えられたことを嬉しく思います。本日は初めての出社で緊張していますが、一日でも早く仕事を覚え会社に貢献できるよう頑張っていきますので、どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。例文2、この4月に入社いたしました陳香港と申します。東京学芸大学教育学部を卒業しました。趣味は動画を撮ることです。特に日本語学習に関する動画をよく撮っております。初めてのことばかりで皆様にご迷惑をおかけするかと思いますが、精一杯頑張りますので、どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。Hi, mình hy vọng là video vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn, những bạn mà năm nay đi làm. Chúc các bạn đạt nhiều thành công trong công việc. Và nếu như các bạn cảm thấy video vừa rồi hữu ích thì hãy để lại cho mình comment, share và nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Bye bye.